すする TV ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、共同にもできたすずらん林田系列のお店はこちらです。ドン。小田急線共同駅から徒歩3分くらいのところにありますラーメン時は麺なりさんにお邪魔してます。こちらの系列は個人的にもすごく好きで、味もさることながら入りやすくて、さらに広くて店内も明るいので雰囲気もすごくいいです。今回はまだ食べていない油そばをいただきに参りましたということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン時は麺なりさん、食券所です。今回は混ぜそばと追い飯をプッシュしました。お店のこだわりを熟読して、いろいろ考え事をしながら待ってるだー。こちらが時は麺なりさんの混ぜそばです。おっほい、彩り豊かなトッピングがいい感じに食欲をそそってくれる。味変アイテムで漬け卵黄とレモンもついてくるぞってことで、いただきます。まずは混ぜそばなので全体をしっかりと混ぜていきましょう。通常の混ぜそばよりも少し汁が多めなのも特徴的です。それではしっかりと全体が混ぜ合わさったことを確認したら、せーのですすろう。うはーい、チー油の風味を分かりやすく感じられ、醤油ダレとのバランスもよし。麺ももちもちとしていて食べ応えがあり、棚からぼた餅のごとくタレと具材をしっかりと持ち上げてくれます。さあ、美味しそうな湯気を漂わせて序盤からズルズルとかっ飛ばしていきます。メンマやチャーシューは角切りになっていて食べやすくてナイスです。ではここで味変アイテムの漬け卵黄を投入してみましょう。うまいことはほぼ確定ですが、果たしてどうでしょうか。うまーい。漬けられたことによって醤油味がついた卵黄のうまさたるや、思わずうなってしまうほどのパワー。名は手を表すと申しますが、名前以上のものを持っているんじゃないでしょうか。てな感じで後半はレモンを投入してみると、爽やかな柑橘系のアクセントでだれることはなし。可愛いナルトもパクリと食らって、そろそろ追い飯いっちゃいましょう。汁が多めなので雑炊に近い感じになり、強めな鶏の風味のおかげもあってかほっこりする味わいに。漬け卵黄のコクはまだまだ健在で、三つ子の魂100まで的な事柄を体感することができました。さらに追い飯をした後でもスープ割りをしてもらうことが可能で、一つの混ぜそばでこれだけの味変を楽しめるのは素晴らしいなと思っていると、いつの間にか本日も完食です。大変美味しくすれました。満足度高めな、万人に愛されそうな一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、時は麺なりさんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。構成は非常にシンプルで、醤油ダレとチー油を使った油そばでした。都内のラーメンを食べ歩いている人からすると珍しくはない味だと思いますが、僕はこの鶏の風味が分かりやすく味わえる感じは好きですね。麺ももちもちしていて食べ応えがあって、トッピングの2種類のネギが絡んで程よいアクセントになってくれて美味しかったです。漬け卵黄はもうワンポイント味変みたいな感じで贅沢に使った方が美味しいと思いました。醤油味がついた卵黄をたっぷり麺に絡ませてすすれば、思わずうなってしまうような美味しさでしたね。ラストは追い飯、さらにスープ割りまで行きまして、一つの混ぜそばで味変もいろいろ楽しめて、すごく満足感のある一杯でしたね。おそうしょ。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン時は麺なりさん、タイムイズヌードルや。はい、